猫好き。ブロンコ航空のご利用誠にありがとうございます。シードハン、ニブルヘイムまでお願いできますか？ニブルか、ま、なんとかなんだろう。俺にかかればどんな場所でもひとっ飛びよ。待ってくれよ、セフィロス。俺は黒マテリアが欲しい。え？黒マテリア。大丈夫？この人もニブルヘイムに向かってるみたい。あ、コスモキャニオンのクロマントはオイラたちを呼びに来たのかな。あ、そう思っただけだよ、なんとなく。ケット氏、ニブルヘイムは5年前に燃え落ちた。端末が残っていても使えるかどうか。5年前の事件のことは知っとります。でも端末の心配なら無用ですわ。あそこは今でも神羅の重要施設ですから。魔航路のことか。あー、それもですが、よくわかんないけどさ、端末で調べない限り黒マテリアの場所わかんないんでしょ。じゃあ行くしかないじゃん。うん、そうだね、行ってみようよ。この先がニブルヘイムだ。あれから帰ってねえんだ。ああ、5年ぶりだな。私も全部燃えちゃったって聞いたから帰っても仕方ないだろうなって。あれからいろいろありましたから。どういうことだよ、こりゃ。クラウド、見て。ほら、これ、新しいよ。作り直したんだ、村ごと。脅かすなよ、またおかしくなったのかと。あ、いや、またっつうのもあれだけどよ。でも誰がこんなことしたんだ。神羅。さーて、端末を探しましょう。こんなところまで旅してくるな。こりゃ黒マントだらけだな。
うん。それに村の人たちも。え？知らない人だよね。この村に何かご用ですか？どうもどうも。あ、僕シンラリゾートの社員です。シンラのネットワーク端末をお借りしたくてちょっと寄らせてもらったんですわ。後ろの方々は？あ、この人たちは。ここは私の故郷でした。なるほど。ニブルヘイムの今の状況はご存知です？いや、驚いた。ここは5年前からシンラカンパニーの直接管理区域でしてね、今は魔鋼中毒の方々の療養所になっています。権利関係は処理済みと聞いています。何か問題がある場合は本社の特殊施設管理課へご連絡いただけますか？ご親切にどうも。あ、端末ちゃちゃっとお借りしちゃいますね。あ、故郷が懐かしい気持ちもわかりますが、どうか早々にお引き取りを。ああ、さっきゾロゾロやってきたウォーリーさんの紹介かい？いや、うん、たく、この忙しい時間に、うん、邪魔したな。別にいいのよ、話し相手には飢えてるからね。あんた話好きには見えないけどさ。しないでね、かわいそうな人たちなんだから。魔鋼中毒だな。そう、でも私が見たところ2種類ね。種類っていうか型タイプ。時々体を拭いてあげるんだけどね、数字の入れ墨を入れている人が多いんだ。そんでその人たちには注射か何かの跡がある。まあ入れ墨も跡もない人もいるけどね。あら、ってことは3種類 ?4? 注射の跡、中毒の治療の跡じゃないのかい？数字の意味は入れ墨の数字だ。さあね、でも想像が膨らむよね。旅の方ですか？休館ではないですよね。具合が悪いなら療養者の激戦心が終わった後から。クロマントの人たちの腕には入れ墨でナンバーが彫られてるんです。パパは、あの日パパはなぜセフィロスを追ってマコールまで行ったのか。病院で目を覚ましてから私ずっとそのことを考えていたの。だってセフィロスに追いついてもパパじゃ何もできないよね。実際そうだったし。でもミッドガルに出て自分の力で生活するようになって分かった。パパはただ怒ったんだって。今日は大変だった、でも明日はきっと良くなる。そうやって積み上げてきた大切な毎日を壊されたことにパパは怒った。その怒りがパパを動かした。ああ、だから私も悲しい気持ちや虚しい気持ち全部を怒りに変えて
アバランチに入ることを決めたの。でも、怒りって長く続かないんだ。アバランチの活動が過激になるにつれて、疑問や不安が大きくなって、クラウドと再会したのは、そんな時だった。少しは力になれたか？うん。クラウドがいてくれたから、ここに帰る決心がついた。いろいろあったけど、帰ってきて正解だったな。昔に似せて作り直して、何もなかったみたいにごまかして、こんなの許せない。セフィロス死んだ。全部大嫌い。ねえ、ここにいた頃クラウドよく私のこと見てたよね。そうだったか。私が見たら目をそらすの。声をかけると無視する。めんどくさいガキだった。自分でもそう思う。私は誰にも嫌われたくない子だった。今でも自分のそういうところちょっと嫌い。しっかりしなくちゃ。待っててください。あの猫氏、何者なんですか？端末を貸したらコネだのツテだの、なんだかんだで中枢のデータベースまで。グループ会社の一社員とはとても思えません。この村のことを聞かれても答えられることはありませんよ。私も雇われてここにいるだけですから。今のうちに村の様子見てきたらいかがです？いろいろ思い出しちゃうかもしれませんけど。あ、またお会いしましたね。ではクロマントの皆さんと一緒に記念に一枚。この先が魔航路か。ねえ、クラウドは行ったことあんの？まあな。魔航路があるってことは魔鋼がいっぱいってことでしょ？ねえ、貴重なマテリアとかあった？ああ、天然のマテリアがあったな。天然もの？マジで？よだれ出そう。指先までピンと伸ばしてください。あっちの方、なんだか嫌な感じがする。神羅屋敷か。あ、ごめん、故郷のことこんな風に言われたら嫌だよね。気にするな、ここは俺が育った村とは別物だ。神羅はどうしてこんなことしたんだろう。クロマントの人を集めて神羅は何をする気なんだろう。クロマントってまとめて呼んじゃうけど、あの人たちにもちゃんとした名前があるんだよね。これ、昔からあった？ああ、登りたくなるよね。ねえ、登ろう。何見えるかな。あ、おい、こっちは？あれだ。へえ、かわいい。
ごめん、無神経だった。似せてはいるが全然違う。だから何とも思わない。ほら、あれが宿屋。5年前はあそこに泊まった。あれが村役場で、あそこがよろず屋。それからティファの家だ。もしかしてここから見てた？え？ティファのこと見てたかなって。そんなこともあったかもな。きっと私も見ちゃうな。そろそろ降りよう。私はもう少しだけ一人にしてください。怒ってるのか？はい。俺か？ううん、全部羨ましい。一緒に懐かしいねって言える友達がいる。子供の頃の思い出を一緒に覚えてる。そういうのすごく羨ましくて、気持ち持て余してる。だから一人にして。クラウドに八つ当たりしそう。してもいい？しない。後で落ち込むから。ごめんね。ありがとう。もう少ししたら降りるね。いい風、いい村だったんだね。ここ好き、気に入っちゃった。幼馴染とかいないのか？可愛い女の子とかさ。てか、俺が今一番好きな子の話聞く。興味ないってか？いいから聞けって。すっごく可愛いんだ。いや、美人かな。見る角度によるな。うん。っていうか、何より性格。ミドガルの子か？ああ、都会の子。ザックスフェア。エアリスが好きだったソルジャー。ゴンガが生まれの俺の同僚。5年前、俺たちは一緒にここに来たのか。見ろよこの数。こいつら全員自分たちの足でこんなとこまでわらわらやってきたと思うか。全部神羅の仕業だ。
自分たちの都合でぶち壊したり、かと思えば偽物を作ったりよ。何でも神羅の思い通りってか、そうはさせるかなあ。ああ、許せない。お前の故郷の分もきっちり神羅に思い知らせてやろうぜ。正直5年前のことはよくわかんねえけどよ、お前とティファのことは心配だ。しんどいようなら村を出ようぜ。俺はここにいるからよ、神羅がこいつらに悪さしねえか見張っとくぜ。うにゃー！この端末からじゃダメですわ。アクセスできる範囲が制限されております。つまり情報は手に入らない。諦めるんはまだ早いですわ。管理人班、あのお屋敷に入れてもらえませんやろか。あなたなら入れるのでは。にゃっはー、無理に決まってますやろ。僕神羅リゾートの平社員です。私のカードでもあそこには入れません。上司と交渉してください。上司、課長は部長はどこにおりますのやろ。紫課長は本社からの点検依頼でニブルマコーロに滞在中です。あさってには戻る予定ですが、昨日から連絡ないんですよね。遅れるかもしれませんね。そんなに待てませんわ。急ぎだ、こっちから行こう。そうしましょう。ほな、おおきに。一休みして落ち着きましょう。聞いたよ、マコーロ行くんでしょ。マコーロだ。端末の件は片付いたのか。うん、カードキーが必要になった。マコーロへ行って紫という男に会ってくる。はい、はい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 、私も行く。私も。いや、ティファはこの村で一番のガイドといえば私。わかった。お前ら大丈夫か。山に登ってカードキーを借りるだけだ、問題ない。しばらく戻れないと思うけど、やり残したことはない？クラウド、準備よろしく。急がないとマテリア逃げちゃうよ。最近できた橋を使えば近道できるみたいです。よし、いざ出発。社長、ニブルヘイムへ向かわせた調査隊が何者かに襲われたようです。ウータイか。いよいよ始まりますな、若。早く行こう。新しい橋はあっちだね。あいつの運に期待しよう。どうしたの？思い出したんだ、ザックスのこと。うん。吊り橋から落ちて、ここから流されていった。そしておそらく死んだ。ティファは覚えてたんじゃないか。だから触れない方がいいのかなって。
ザックスは友達だった。それなのに忘れるなんて。劣化か。俺も空っぽでさまようのか。違うよ、クラウドは思い出したんだよ。よかったじゃない。うん、よかった。そうだな、ザックスのことエアリスにも伝えないとな。うん、でも私に任せてくれる？ああ友達だからね。ねえ、まだ？ごめん、すぐ行く。この話はみんなにも内緒でね。う、苦しい。早めに抜けるぞ。濃すぎる魔鋼は危険だ。魔鋼の泉だ。これ全部マテリアなの？5年前よりすごいね。天然のマテリアだ。マテリアは魔鋼エネルギーが凝縮されたもの。自然の状態でここまでになるには一体どれほどの時間がかかるのか。ねえ、先行こう。この辺りも濃いよね。賛成。ねえ、マコーロまだ？もうすぐだよ。ここを登っていけば。別の道を探すしかなさそうだ。あ、私に任せて。これで登っちゃおう。さすがにガイドしたことないな。ユフィ、大丈夫？これぐらい楽勝。ウータイにはもっとすんごいのがあるよ。断崖絶壁に巨大なダチョウ様が掘ってあってね、忍びの修行でそこを登らされんの。辛かったけどご褒美があったから。ご褒美？ダチョウ豆ゴールしたらもらえるの。はっ、ここ登り切ったら二人にもあげようか。遠慮しとく。ねえ、探してる人って紫って名前なんだよね。それがどうした？いや、ウータイっぽい名前だなと思って。戦争の前は移住者も少なくなかった。二世や三世が神羅にいてもおかしくはない。そっか、シンナにもウータイ人がいるんだ。
そっちは任せる。よし、やっちゃおう。ここで決めよう。じゃあね。いい。当てる。ふっふっ。やっ。終わり。どうってことなの。でもよく考えたら、ウータイにも元神羅の人がいるから、お互い様か。ほら、前に話したでしょ、暫定政府を作ってくれたサンバガラスとスフール総督のこと。そういえば、サンバガラスのグレン大佐も神羅から抜けた元ソルジャーって言ってたから、クラウドと一緒だね。一緒にするな。ウータイに来たら紹介してあげよっか。そのまま暫定政府に入っちゃう？ねえ、いい考えじゃない？ごたごたが全部片付いたらさ、みんなでウータイに来ればいいじゃん。で、暫定政府のユフィー部隊としてシンダと戦うの。シンダ軍を次々と壊滅していく最強のユフィー部隊。それを指揮するのは美少女隊長のユフィーかー。映画館間違いなしね。よし、そうと決まったらさっさとゴタゴタを片付けちゃおう。勝手に決めるな。そのはずだ。でもどうだろうと、死んだ奴らには同じことだ。行くぞ、紫を探そう。うん、始めたんだ。始まった。こんなこと。何も聞いてないの？知らないよ。何が起きてるのか全然わかんない。私まだ何にも役に立ってない。俺たちの役には立ってる。冷静にな。わかってる。いいな。ケチラ。連携しよう。さあ行くよ。どけ。シュッシュッ。このリファ。せーの。不運を恨む。まだまだ。紫さんを探そう。いや、銃でやられてる。
ティファン。ごめん。大丈夫。見て、この人が紫みたい。奥も確認しておこう。生存者がいるかもしれない。誰もいないね。お、大丈夫？ああ、おっと、あら、ケッタ氏？ユフィハンデか？今どこにおります？魔法だまりの奥の部屋だ。そっちは？役場ですわ。何かお手伝いできるかと思って魔法炉の端末にアクセスしてみたんですが。あ、紫班には会えましたか？死んでいた。ウータイと戦闘があったようだ。なんと、ややこしいことになる前に信頼式の端末借りちゃいましょう。カードキーはあります？ああ。あ、じゃあその端末に差し込んでください。こっちで遠隔操作して屋敷の門開けてみますわ。チリですわ。先に屋敷へ向かって端末探しときます。わかった、後でな。はいな、またね。戻ろう。